はい、どうもです。今回はですね、こちらキハダマグロっていう食材ですね。ということでですね、20キロのキハダマグロをね、購入してきました。めちゃめちゃうまそうですね。で、ちなみにですね、この魚一回動画にしようと思ってね、撮影したんですけど、初めてむずすぎてボツにした。身がめっちゃ柔らかいんですね。なんで、結構ね、難易度の高い魚になっております。ちょっと緊張してます。ということでですね、まあ、早速、観察していきましょう。はい、こちらがキハダマグロになっております。で、皆さんおなじみのね、クロマグロとは別の種類で、実はね、島で一番よく水揚げされてる魚なんですね。用途としては皆さんご存知、ツナ缶とかに使われてるやつで、まあ、そんなにね、油が乗ってるような感じじゃない、さっぱりしたね、マグロになっております。で、キハダマグロの、ね、名前の由来は、この辺、まあ、肌が黄色いということで、キハダマグロと呼ばれてるみたいですね。で、ちなみにですね、内臓抜いてあります。釣れた瞬間に、ここの内臓を抜いて、血抜きもね、しっかりとね、されてます。反対側なんですけど、見せて。ほら、エラもしっかり取ってあるんですよ。ということで早速解体していきましょう。よいしょ。もう20キロあると重たいですからね。よいしょ。オッケー。まあ、いつもね、出刃包丁を使ってるんですけども、今日はこちら柳刃で基本的にさばいていきます。ではまず頭からね、落としていきましょう。やっぱね、早く泳ぐ魚なんで、ここ硬くなってるんですね。ちょっと分かりづらいかな。ここが邪魔なんで、ここもね、ついでに切っていきます。ここまで来たら頭を落としていきます。で、なるべく斜めにこうやって落としていきましょう。身がもったいないんでね。で、ここ硬いんで、ここは出刃で落としていきましょう。柳刃はね、すぐ包丁かけますからね。よし、オッケー。じゃあ反対側行きましょう。よいしょー。かわいいなこいつ。本当にマグロってかわいいよね。愛嬌がある。じゃあこっちも同じですね。硬いところは出刃でいきます。俺包丁かけるのが嫌なんで。ノコギリだな。脳内での予行練習はバッチリだったんだけどな。あ、やっぱむずいわ。誰か助けて。あ、外れた。持ち上げようとしたら外れた。はい、取れました頭。めっちゃ美味しそうやんこれ。どうしよう。え、めっちゃ美味しそう。いや、頭がしっかりと落ちましたね。じゃあ反対側です。お腹を開いていきますか。お腹をスーッと開いていきましょう。全然スーッていかんわ。よいしょ。卵が残ってるんですね。で、ここですね、血合いに傷を入れて綺麗にしていきましょうか。血合いがすごいからね。卵も取って、ちなみにちょっとキハダマグロって胃袋が美味しいらしいんで、ちょっと胃袋期待してたんですけど、取ってありましたね。よいしょ。血合いは手で取れますね。マグロだとブリップリに固まってます。うわ、臭っ。血合いはさすがに臭いね。じゃあ洗い流していきましょう。はい、そしたらですね、綺麗になったところで三枚おろしをしていくんですけども、これね、背中がね、異常に硬いんで、この背中の硬いとこ外していきます。ここがね、最初苦戦しましたよ。ほんと硬いんですよね。ほら、包丁が進まないでしょ。よし。で、ここ取っていきます。よし、取れました。 OK。 はい、そしたらですね、こっからは5枚おろしの寸法ですね。てかもうでかくて、画角にギリギリじゃな、ギリギリじゃなって、方言出ちゃったよ。山口県出身なんでね。まずは皮に切り込みを入れていきましょう。皮に切り込み入れたら、あとは一発よ。マグロはね、マジで身が柔らかすぎるんで、あんまり包丁は何度も入れない方がいいとは分かってるんですけどね。あとは重々承知なんですけどね。すげえ、身が重すぎて包丁が入っていかない。こんなの初めて。じゃあ反対側いきましょう。出刃でさばけばよかったな、こんな。
あ、なんでうまくいかないか分かりました。このサイズはこうしなきゃダメなんだ。こうだわ。いやマジでマグロをスーってさばいてる人、本当にあの人たちすごいんで尊敬してください。あの人たちを、これめちゃめちゃ難しいことです。はい、取れましたが、これはやばいぞ。本格的に難しい。わお。でもこれやばいむずいわ。まあ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 食べれますから。はい、でこちら反対側残ったんですけど、これねこのまま背骨外していきます。こういう感じですね。頑張ります。これね、いつもね基本的には魚初見でさばいてるんですよ。でこれキハダマグロ3匹目なんですよ実は。練習に練習を重ね、それでこれですからね。めちゃめちゃむずいよこれは。オッケー、めちゃめちゃむずかったです。めちゃめちゃ背骨に身が残っちゃいました。これは魚さばきとしては2点ぐらいです。ただただ問題ありません。なぜならマグロはね中落ちを食べれるんですよ。ちょっと中落ちをね取っていきましょう。もう食べよう。めちゃめちゃ残ったね。でも大丈夫、ほらほら最高じゃん。あ、これしたかった。なんか東京とかでさ、この中落ちを自分で取って食べれる店があるよね。そこの店だったら働けるかも。こんだけ中落ち残してさばけるから。いいね中落ち。ここはひどいな。もうなんか包丁でだいぶ取れるはずよ。中落ちとかじゃないよこれ。わすげえ美味しそう。もう柵みたいなのが取れたよ。ほら、せっかくなんでちょっとね申し訳ないけどもう食べるわ。めっちゃうまい、めっちゃうまいわ。もうほんと脂が全然乗ってないんですごいさっぱりしてたくさん食べれる。さばきましょうか。ようやくねおろし終わりました。ちょっとねバカむずかったね。知ってたんですけどね、うん、めちゃめちゃむずいね。今日はですねこちらのマグロの頭を使って煮付け、そしてですね漬け丼、こちら2品を作っていこうかなと思っております。ということで早速やっていきましょうか。はい、そしたらこちらまず頭をね割っていきましょう。玉を取ってそっから頭割りますか。頭周りは硬いんでハサミでいきましょう。 OK。本当にマグロって硬いですね。あ、取れた取れた、いいですね。んでこれを半分に割っていきましょう。 OK。 であとですねここ目玉も美味しいはずなんで目玉も取っていきましょうか。こんだけでかい目玉だと食べたくなっちゃいますよね。はい、取れました。じゃあ反対側もやっていきましょう。20キロのマグロでも相当目玉は大きいんですね。よし、オッケー。はい、それではですね目玉とカマが取れたんですけど、カマね、このままだとちょっと鱗とヒレがついてて使いづらいんで、ここもね、切っていきましょう。切っていきます。で、これヒレもね、切っていきましょう。買った、あ、買った。めちゃめちゃ硬いです。で最後にここ臭いね血が残ってるんで、これ取ってね洗い流して下処理完了です。はい、こんな感じでねようやく綺麗になりました。はい、そしたら2品目、漬け丼を漬け丼を作っていきます。まずですねここのね血合いがすごいんで血合いをね外していきましょう。
あ、結構すごいね。皮がね、硬いんですよ。でですね、ちょっとこのままだと大きすぎて使いづらいんで、こんぐらいで使っていきましょうかね。じゃあ皮を引いていきましょう。おお、重くて引きづらい。よいしょ、いい感じですね。じゃあもう綺麗な身になったんで、まな板を変えてここでね、さばいていきましょうか。とりあえずまだ血合いがあるんで、ここもね外していきましょう。ここも半分かな。うわ、マグロっぽくなってきたね。はい、そしたらこちらをカットしていきましょう。いや、ここまで来ますと、まあ、よく見るね、マグロの切り身といった感じですよね。はい、そしたらですね、切り終わったんで漬けのタレをね、仕込んでいきましょう。セット。はい、それではですね、料理酒、みりんを入れてアルコールを飛ばしていきます。これ1対1ぐらいで大丈夫なはずです。ファイヤーしてますね。強いですね、火が。やばい、火事になる、火事になる。やばい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 、強すぎるで。無理や。あの、家庭用のね、コンロでやってもこんなことにはならないんですけども、強いコンロでやるとね、こうなっちゃう。うん、それがね、怖いですね。あ、終わったか。火つくんだろうな。おい、もう終わったか。これで火がつかなくなったらアルコールが飛んだということですね。はい、オッケー。ここにアルコールを飛ばした酒とみりんを入れていきます。まあ、今回動画なんで、この魚を切った後に作ってますけど、まあ、皆さんやるときはね、この漬けだれ作ってからやった方が全然いいです。で、ここに酒を入れます。あ、酒じゃない、醤油だ。で、ここに生姜も入れていきます。生姜で、よくかき混ぜて、これで漬けだれの完成です。で、これじゃ冷めましたらマグロを入れていきます。いいですね。で、まあ1時間ぐらいつけていきましょうか。それでは1時間後。はい、それではですね、用事が入って半日経ってしまいました。煮付けから作っていきましょうか。まずはですね、霜降りって作業からやっていきます。熱湯にくぐらして匂いを取る処理ですね。ちょっと臭みがある魚とか絶対にやった方がいいです。着火で、一瞬くぐらせていきます。表面がちょっとゆだるぐらいの感じですね。まあこんなもんでしょう。で、目玉も同様ですね。すごい入れづらい。これでね、めっちゃ変わるんですよね。はい、そしたら霜降りが終わったんで茹でていきましょうか。フライパンにぶち込ん で最初は水と生姜で、ラストザラメ。やっぱザラメの方がコクが出ていいですよね、普通の砂糖より。で、これを茹でてアクを取って、醤油とみりんを入れていきます。セット。さすがに蓋しとこう。意外とアク出てこないんだね。でもなんかぬるぬるアクが。で、ここまで来ましたら味付けしていきます。濃い口醤油、みりん、料理酒、ほんでアルミホイルで蓋をして味が入るのを待っていきましょう。はい、それではですね、こちら半日経ったマグロの漬けになります。だいぶね、味が入ってそうですね。相当色変わってます。まあ、ただ大丈夫です。このぐらいだとちょっと味が濃いかなぐらいなんじゃないでしょうか。ということですね、盛り付けていきましょう。オープン。はい、食べ草しのご飯でございます。ちなみにこのライスなんですけど、カメラマンが買ってきてたやつを勝手に食べてます。この家にあるものは全て俺のものだと思ってるんで、僕が食べます。いただきます。さて、それでは持っていきましょう。刻み海苔ですね。さて、それでは入れていきましょう。これは贅沢よ。高タンパク低脂質ですね。筋トレに最適なメニューと言えるでしょう。魚って結構ね、高タンパクで低脂質なんで筋トレに向いてるんですけど、何分高いんですよね。高いからね、やっぱりね、それだけで筋肉つけようと思うとしんどいんですよね。じゃあ最後、大葉を乗っけていきましょうかね。大葉の千切りです。
で最後いりごま少々かけて完成ですね。多分ね、漬けのタレに関してはもう相当味染み込んでるんでかけなくていいと思う。完成。はい、それでは完成しました。いただきます。いやー、これはね絶対うまいでしょということで、まずは漬け丼からね食べていこうかな。人の買った米で食うっていうところがまたうまいですから、いただきます。めちゃめちゃうまいわ。やっぱさすがに味は濃いんですけど、うまいですね。本マグロとかと違ってやっぱりすごいねさっぱりしてるんで、なんぼでも食べれるわ。めちゃめちゃ美味しいです。じゃあ次はね煮付けいってみましょうか。どうなんだろうね、パサついてないかが少し心配。いってみます。意外とパサついてない。やばい、めちゃくちゃシーチキンなんだけど。うまい。普通に美味しいんですけど、やっぱりなんだろうな、結構シーチキンみたいな感じですね。まあ結構食感があって、パサついてはないけど、まあそんな感じ。シーチキンみたいな食感。ほんまシーチキンの原料ですからね。火を入れるよりは刺身の方が全然うまいわ。本マグロとかだと脂が乗ってるんでトロットロになるんですけど、そういう感じではないね。うん。ではですね、こちら目玉もいきましょうか。目玉はギトギトや。すげえ、めっちゃ脂っこい。俺は正直あんま好きじゃないけど、濃厚な味が好きな人は好きだと思う。はい、それではごちそうさまでした。いやー美味しかったですね。まあこのねキハダマグロも島でね結構たくさん取れる魚なんですけども、船もね買ったことですし、まあいろいろと装備整えてね自分でね取りに行けるようにしたいですね。でこれすごいのが、普通はね釣りみたいな漁法で取るんですけど、まあ、最上位の魚付きみたいなものがありまして、でこれ何かっていうと、あのめちゃめちゃ沖行ってマグロをこれ釣りするんですけど、そこでバンバンに餌投げて、でもうサメも来るし、もういろんな魚来ますっていうところにバシャーンってね体一つで飛び込んで、でそこで水中銃でキハダマグロを突くっていうのがねできるみたいなんですよ。これねいつかねやってみたいですよね。ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは